河合克行3月11日台は、日本の元政治家。衆議院議員、自由民主党総裁外交特別補佐、内閣総理大臣補佐官、法務副大臣、外務大臣政務官、衆議院外務委員長、法務大臣、木更議会幹事長、広島県議会議員等を歴任した。広島県三原市生まれ。三原市は、河合の父と母が出会い結ばれ。 河合が生まれて幼稚園年中組まで過ごしたふるさとで、ある。三原市本町、鉱石寺の下にある六畳二軒の聖火は、平屋の賃貸で風呂がなく、幼少期の河合は母に手を引かれ、銭湯に通っていた。広島市立安小学校、広島学院中学校、高等学校を経て、1985年に、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。 松下政経塾に入塾した。同期生に、静岡県静岡市長の田辺信弘や、福井県越前市長の奈良俊幸などがいる。1988年、アメリカ・オハイオ州デートン市行政管理予算局、国際行政研修生となる。1990年、松下政経塾を卒塾し、出身地である広島県に帰郷1991年、 広島県議会議員選挙に、広島市浅南区選挙区から立候補し、初当選した。2001年に結婚した、河井杏里2013年6月撮影2017年、ワシントン DC にて、自民党総裁外交特別補佐として、タミーダックワース民主党上院議員と会談する、河合2018年、インド鉄道大臣、スレイシュ・プラブトニューデリーにて、 衆議院の旧広島一区は定数3のうち自民党が2議席占めていたが、1993年の第40回衆議院議員総選挙に際し、岸田文武は前年に死去、阿波谷俊信は新政党に移った。党は岸田文武の息子の岸田文雄と河合の2人に公認を出すも、岸田はトップ当選、河合は候補者8人中6位で落選した。 1996年第41回衆議院議員総選挙に広島3区から自民党公認で立候補し、新進党新人の増原義武らを破り、初当選した。2000年6月の第42回衆議院議員総選挙では、前回の選挙で破った無所属の増原義武に破れ、比例復活もならず落選。支援者から、 最大の敗因は独身であることと指摘され、気落ちしている時に、知人から科学技術振興事業団に勤務していた河合安里を紹介される。東京で紹介者を交えて、夕食を共にし、二次会で赤坂のスナックに行った。天城越えを歌う安里を見そめ、その日のうちに交際が決まった。2001年4月20日に、広島市内のホテルで結婚式を挙げた。 マスハラがその後自民党に入党したため、以後2009年の第45回衆議院議員総選挙まではコスタリカ方式が取られ、かわい、マスハラが交互に比例中国ブロック、広島3区から立候補する構図が続く。2003年の第43回衆議院議員総選挙では比例中国ブロック単独2位で立候補し、3年ぶりに国政に復帰した。 2004年、第2次、小泉改造内閣で、外務大臣政務官に任命され、第3次、小泉内閣まで務める。2007年、第1次、安倍改造内閣で、法務副大臣に任命され、福田康夫内閣まで務める。2009年の、第45回衆議院議員総選挙に、比例中国ブロック単独3位で立候補し、4選。2011年6月、 鳩山国を中心に結成された、ひさらぎ会に参加し、同会幹事長を務める。2012年9月の自由民主党総裁選挙では、安倍晋三を支持し、安倍の推薦人に名を連ねた。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、広島3区で民主党前職の橋本博明を、比例復活すら許さない大差で破り、5選。選挙後の、 第182回国会において衆議院外務委員長に起用された。2014年の第47回衆議院議員総選挙では民主党現職の橋本に前回よりも票差を縮められたものの橋本に比例復活を許さず、6選。2015年第3次安倍第1次改造内閣で内閣総理大臣補佐官に任命された。2017年の 第48回衆議院議員総選挙では、無所属、連合推薦の塩村彩香、日本維新の開港人の今枝一白子候補を破り、7選。2019年3月13日、自民党は、河合安佐藤、7月の参院選広島県選挙区の2人目の公認候補に決定した。勝幸は3月下旬から、三原市長の天馬幸則や、県議の小玉博など、 多数の公職者に現金をばらまき始めた。同年7月4日、第25回参議院議員通常選挙が告示され、安里が立候補。安里と,と河合は自民党から支給された多額の資金を元手に、ご機嫌職の溝手県政を追い落とすための選挙戦を展開。勝幸はインターネットとコンサルティングの業者に溝手のイメージを悪くするよう依頼。 業者は架空の人物を名乗り、溝手や自民党県連が安座党をいじめるようなことをしているとブログに投稿した。勝幸は記事の具体的な内容まで支持する。一方、無所属の森本正春に対しては、ネガティブキャンペーンなどの工作は講じなかった。7月21日、投開票。安座党は得票数2位で、初出馬初当選を果たし、溝手は時点で落選した。 同年9月11日、第4次安倍第二次改造内閣で法務大臣として初入閣。同年10月30日、参院選の安座との選挙運動に関して選挙スタッフに法定の上限額を超える報酬を渡していたとされる公職選挙法違反疑惑が週刊文春電子版で報じられる。これを受けて10月31日、安倍晋三首相に 法務大臣の辞表を提出し、受理された。事件発覚後、勝幸と安里とは、公の場から揃って、姿を消し、第200回国会及び、各委員会を欠席し続けた。2020年3月3日、広島地検は、勝幸の政策担当秘書、安里との公設秘書、陣営幹部の3人を公職選挙法違反の疑いで逮捕した。24日、 のの秘書2人を同胞違反の罪で起訴した6月16日、広島地裁が安座との公設秘書に公職選挙法違反の罪で懲役1年6ヶ月執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。翌17日、安座とともに自民党に離党届を提出し受理された。6月18日、広島県内の地方議員や市長ら94人に 投票や票の取りまとめを依頼し、契約2570万円の報酬を渡したとして、妻の安里とともに、東京地検特捜部によって逮捕された。法務大臣経験者の逮捕は戦後初。7月8日、公職選挙法違反の罪で妻の安里とともに、起訴された。同月9日、保釈を請求するも却下。8月25日、東京地裁にて、 初公判が開かれた。ところが9月15日、専任人弁護士を全員を解任し、安里と,と公判を分離する事態となる。2021年3月3日、東京地裁は、河合克行の保釈を認める決定をした。保釈保証金は5000万円で続日のオフされ、同日保釈された。同年3月18日、近く議員辞職をする意向を固めたと報じられた。 3月23日、東京地裁の被告人質問で、勝幸はそれまでの全面的な無罪主張を一転させ、起訴内容の多くについて、買収の意図を認めた。同時に辞職する考えを表明した。同日午前、自民党幹事長の二階俊博は、記者会見で、議論の余地のないこと。党としても、こうしたことを、多山の意思として、しっかり対応していかなければならないと述べた。 3月25日、衆議院に議員辞職願いを提出。4月1日の本会議で辞職が許可された。4月5日、被告人質問でもはや有権者から審判をもらう資格はない。生涯にわたって選挙に立候補することはいたしませんと発言し、政界からの引退を表明した。六月十八日、東京地裁で判決公判が行われ、懲役三年。 追徴金130万円の判決が言い渡された。実刑判決が下ったため保釈も取り消され、再度東京拘置所に収監された。北朝鮮や中国の弾道ミサイルの脅威への抑止力のためのミサイル防衛に関する日米協力強化を目的とする超党派議連、日米同盟コーカスにところ属している。2015年10月には、長島明久。 松野来宮と共に訪米し、米海軍人委員会戦略軍省委員会のメンバーと共同で作業部会を立ち上げた。2017年3月のハドソン研究所における講演では、北朝鮮について、経済的に北朝鮮を支えているのは中国だとし、北朝鮮に自制を求めるため、中国が影響力を行使する必要があると述べた。また、 韓国大統領選挙について、韓国の次の政権が、日米間3カ国の連携の重要性を十分理解することを期待していると述べ、情勢を注視していくとしている。さらに、河合は、核やミサイルの開発を加速させる北朝鮮に対し、圧力を強める時だと指摘した上で自衛隊による、中距離弾道ミサイルなどの保有を検討すべきだという考えを示した。河合は、 北朝鮮による弾道ミサイルの発射や6回目の核実験について全く容認できないと非難し今は対話でなく圧力を強める時だ我々は日本を取り巻く安全保障環境がこれまでとは決定的に異なる次元に移った現実を直視しなければならないと述べた中国による南シナ海進出に関しては2016年12月11日にワシントンにおける コーカー上院議員との会談で中国による南シナ海の人工島の軍事拠点化を止めるためには米軍の高校の自由作戦だけでは不十分でそれだけでは今の軍事化を止めることができないと述べた。さらにコーカー議員に対して南シナ海情勢の悪化は米国の国家安全保障そのものにも甚大な危機をもたらすと伝えている。2008年5月に成立した 宇宙基本法に宇宙平和利用決議等検討省委員会の委員長代理として関わり、総案を作成。総案は公明党や民主党との協議を経て、多少の修正はありつつも大筋で合意された。放送要請と放送人口を考える国会議員の会の事務局長を務めており、放送人口増員計画の見直しを主張している。 2014年の広島県豪雨被害を受け、土砂災害防止法の改正を検討する作業部会の座長として土砂災害防止法の改正を中心的に取り組んだと述べている。2016年10月にアメリカ大統領選挙中に渡米し、候補のクリントンとトランプにそれぞれ近いとされる元議員や元政府高官などの民主、共和党の関係者と会談を行い、安倍首相は 再交渉しない安倍首相は今の臨時国会で TPP が承認されるよう全力を挙げていると述べた。ドナルド・トランプが2016年アメリカ合衆国大統領選挙で勝利し次期大統領に決まると安倍晋三総理の匿名で米国に派遣され日米安保や TPP などの交渉を行った。さらにワシントンでは 政権移行チームのニューネス会議員と会談した。2017年1月4日、トランプ時期アメリカ大統領の政権移行チーム、幹部であるコリンズ会議員とワシントンで会談。その後、記者会見で就任後早期に日米首脳会談を実施することで合意したと伝えた。2017年1月には、慰安婦問題に関する日韓合意に関して、米国に説明するために、 安倍首相の特使として、ワシントンに派遣された。山口隆之によれば、河合は総理補佐官就任前、議員外交を入り口にして15回に上る訪米を行った。2015年11月2日から6日公衆に派遣され、中国の南シナ海進出を念頭に、シノディス官房長官、ビショップ外相と会談、インド太平洋地域の平和と安定に向け、 戦略的で特別なパートナーシップが重要という認識で一致した。フィリピンでロドリゴ・ドゥテルテが大統領に就任した際には総理新書を持ってフィリピンへ派遣された。2016年12月にフィリピンを訪問しドゥテルテ大統領と会談している。河合は12月21日付、夕刊富士において米国の中国への対応について中国を 戦略的競争相手として中国の脅威をはっきり盛り込んでいるとして中国への風当たりが今後強くなることを予測している。河合は英国で親中派として知られるオズボーン財務省が就任すると特使として派遣され対中傾者への懸念を示した。会談後の記者との会見で日英関係の戦略的な重要性で一致したと述べた。 さらに東アジアの安全保障状況について、南シナ海への中国の進出を念頭に、法の支配の徹底に向けた連携強化をしたいとした。2016年7月24日から30日まで、英国、ドイツ、フランス、イタリアを訪問。イタリアでは、イタリア政府のほかに、バチカン四国のカミレリ財務次官と会談。カワイは、法王、フランシスコの早期来日を要請し、 カミレリは来年の訪日を真剣に検討したいと応じた。2016年1月28日から2月3日までアフリカ連合総会に出席し出席した16、各国のの首脳会談を行った。2016年5月8日から13日でアフリカのガーナ・ケニアを訪問。ガーナではマハマ大統領に総理大臣の親書を手渡し、ケニアでは内閣府の アフリカ経済戦略会議議長代行として、ルトフク大統領とモンバサコ地域の経済協力について会談した。2016年2月14日から20日、イランへ派遣された。これは、イランの核開発計画に対して、米国などの6カ国が合意した、包括的行動行動計画の履行日に際し、経済協力が再開されるための訪問で、 ベラヤティ最高指導者外交顧問やザリーフ外務大臣と会談した。2017年4月のシリア情勢の変化に対して、河合は特使としてトルコ、アラブ首長国連邦、エジプトに派遣された。トルコではエルドアン大統領に安倍首相の親書を手渡した上で政府関係者と意見交換を行う。河合はイエズス会が設立母体である広島学院中学、 高校の出身である。2005年に全教皇ベネディクト16世が就任して以来それまでに、計六回にわたり、バチカンを訪問し、教皇訪日を要請してきたことを明かしている。世界平和を希求するローマ教皇が日本を訪れて、祈りを捧げることの意義を、河合は何度も訴えている。河合の母親の里子が2005年に死去をした際には、葬儀、告別式が、 広島市浅南区議院のカトリック、議院協会で行われており、河合が模試を務めた。公職選挙法違反の罪に問われた河合は2021年3月23日に行われた被告人質問で買収を認めた経緯について語り、20年以上交流がある神父の言葉で決意を固めたことを明かしている。2019年10月31日、参院選の 安座との選挙運動に関して、選挙スタッフに法定の上限額を超える報酬を渡していたとされる公職選挙法違反疑惑を週刊文春で報じられたことを受け、安倍晋三首相に法務大臣の辞表を提出し、受理された。同年11月、勝幸は溝手県政を追い落とすために、架空の中小ブログを作成させたインターネット業者を再び呼び、 パソコン内の現金配布先リストやスタッフ給与リストのフォルダーについてデータを復元できないように完全消去したいと依頼。業者は議員宿舎、衆議院議員会館の事務所、広島市内の勝幸の自宅を訪れソフトを使ってそれぞれのパソコンのデータを消去した。業者は一連のデータ削除を受け負った費用として 自由民主党広島県連第三選挙区支部から82万6千円余りの支払いを受けた。同年11月27日、神戸学院大学の上脇博之教授ら11人は公選法違反の罪で河合夫妻らに対する告発状を広島地検に提出した。事件発覚後、河合と妻は公の場から揃って姿を消し、 第200回国会及び各委員会を欠席し続けた。2020年1月15日、広島地検は河井夫妻の事務所を家宅捜索した。河井夫妻は同日深夜に記者団の取材に応じた。いずれも謝罪したが、議員辞職、離党については否定した。同年1月23日、前年7月の参院選の公示前、 自民党本部から安里が支部長を務める広島県参議院選挙区第7支部に対し7500万円、勝幸が支部長を務める広島県第3選挙区支部に対し7500万円、合わせて1億5000万円の入金があったことが明らかとなった。落選した溝手県政が支部長を務める広島県参議院選挙区第2支部に対しては、 党本部からの入金は1500万円にとどまり、10倍の開きがあった。党本部が安里陣営に肩入れした実態が浮き彫りになった。選挙資金の入金先と入金時期は以下の通り。同年3月3日、広島地検は河合の政策担当秘書、安里の公設秘書、陣営幹部の3人を公職選挙法違反の疑いで逮捕した。24日、 夫妻の秘書二人を同法違反の罪で起訴した。安里の公設秘書は、河井の選挙への関与について、あらゆる場面で指示をして仕切っていたと供述した。安里は、複数の党幹部に電話し、ご迷惑をおかけしていると陳謝した。東京、長田町の議員会館でも、河井夫妻の事務所の家宅捜索が6時間半にわたって行われた。その後、夫妻は、 桜を見る会前夜祭りの舞台となったホテルニューオータニ東京のガーデンタワー棟に移動したがその深夜に検察官十数人が令状を持って室内に入り携帯電話を押収したその際に検察官から着ているものを調べさせてもらうと言われたためあんざとは自ら全裸になり多層構造になっている整理用品までめくって中を見せた勝幸は 弁護士に相談したいと言ったが、裁判所からの差し押さえ令状があるから、その必要はない。逮捕するわけではないから、弁護士を呼ぶ権利はない。法務大臣だったくせにそんなことも知らないのかと、一括された。同年3月29日、河合が広島市議会議員に、現金数十万円が入った封筒を手渡していた、ことが明らかとなった。3月31日、河合が、 三原市長の天馬幸則と大竹市長の入山勤労にも現金が入った封筒を配り歩いていたことが発覚した。4月1日、秋太田町長の小坂慎二が河合から現金20万円入りの封筒を受け取ったと取材に証言した。4月3日、元初日市市長の間野勝弘が市長在任中に現金を受け取った可能性があるとして広島地検から 人意聴取を受けていたことが明らかとなった。マノは携帯電話などを押収された。4月7日、小坂は町議会の議長宛てに辞職願いを提出し、受理された。4月9日、広島地検は、檜山敏弘県議と渡辺則子県議の事務所や自宅を公職選挙法違反の疑いで家宅捜索した。4月14日、参院選前に安座との 講演会幹部に電話作戦を依頼し、10万円入りの封筒を手渡していたことが明らかとなった。4月23日、広島地検は、元広島市議会議長の平野博明と息子を任意聴取し、家宅捜索した。4月24日、初会日市議会の元議長の市議に、安座をよろしくお願いしますと伝えた後、現金20万円を渡していたことが明らかとなった。 4月28日、広島地検は、広島県議3人の議員控室を固く捜索した。同年5月13日、広島地検が勝幸を、公選法違反容疑で立件する方針を固めた、ことが明らかとなった。6月16日、妻の安里と,と共に、離党届を提出し受理された。6月18日、広島県内の地方議員や市長ら94人に、 投票や票の取りまとめを依頼し、契約2570万円の報酬を渡したとして、妻の安里とともに、東京地検特捜部によって逮捕された。報道されている、お金を受け取ったとされる地元政治家リストは、以下の通り、7月8日、公職選挙法違反の罪で妻の安里とともに、起訴された。同月九日、保釈を請求したが、十五日、 保釈請求は却下された。8月7日、2回目の保釈請求をしたが、13日、再び却下される。8月25日、初公判が開かれ、河合夫妻は無罪を主張した。勝幸の弁護人は、初公判の終了後、東京地裁に3回目の保釈請求をしたが、26日、却下された。27日、 弁護人は保釈請求を却下した東京地裁の決定を不服として東京高裁に広告したが28日、帰却された。9月9日、弁護人は東京地裁に4回目の保釈請求をしたが10日、却下された。11日、決定を不服として、勝幸自ら東京高裁に広告したが帰却された。 さらに最高裁に特別広告を行ったが15日に棄却され、同日の第8回後半終了後に自身の弁護士6人全員を解任した。16日、東京地裁は、勝幸の弁護人全員解任を受け、夫妻の後半を分離して進めることを決めた。10月20日、計5人の弁護人を新たに選任。22日、安座との後半に承認として、 初めて出廷したが、検察側の尋問に対し、必要なことは自分自身の裁判で話すとして、証言を拒絶する姿勢を見せた。2021年2月3日、安里が議員辞職。2日後の5日に有罪判決が確定し、当選無効となる。2017年10月の衆院選で、河合は無所属の塩村彩からご候補を破り、7選。塩村に、 約2万秒差まで迫られたことに危機感を持った河合は、翌2018年夏から元警察の探偵の男性に使用村の金銭問題や異性関係の調査を依頼し、尾行させた。調査は3ヶ月にわたった。報酬約70万円の支払いは、河合の資金管理団体、日本の夢創造機構から横浜のコンサルタント会社を通して支払われたと、 男性は証言した。同団体の政治資金収支報告書によれば、2018年7月27日と9月27日に、計64万8000円が、調査料として、横浜市中区愛よ町の会社に支払われている。日韓現代が、自民代議士の秘書給与ピンハネ疑惑という見出しで、河合事務所が、支援者を公設秘書として登録していながらも給与を、 渡さずにピンハネしていたと報じた。河合側は登録している三人の秘書は実動しており、給与はそのまま本人らに支払われているとして、名誉毀損で日韓現代を刑事告訴した。2016年、河合が元秘書兼運転手に暴行を働いたとして、刑事告訴されていたことが明らかになった。元秘書はハンドルを握る左腕を革靴で蹴りつけられ、 全治14日間の大怪我をしたされる。週刊文春によると、2019年の参院選をめぐるトラブル以前から、河合が秘書にスピード違反や高速道路で極度に車間距離を詰める煽り運転を命じているといった情報がたびたび寄せられてきた。また、秘書や事務所スタッフへのパワハラなどもしばしばあったと言われており、かつての秘書は、 勝ツ氏のパワハラは特に車中でひどかった。私は運転手を兼ねた秘書をしていましたが、とにかく、車に乗ると些細なことで1日中怒られます。と証言している。この秘書は運転中の秘書と河合のやりとりを録音していたが、雪が舞う、真冬のある日、広島の県北へ向かう中国自動車道では、以下のようなやりとりが収められている。河合、もうちょっと早く行って、 だいたい100キロくらいで言ってよ。今、何キロ秘書、108キロです。かわい百100か110の間くらいで。それが一番いいよ、秘書。規制は、今日、50になってますけどかわいふ風んその後も、もっと速度を出すように指示を出したり、詰めなさいって。だから、車線を。怖くないから、ほんと頑固だね。君は。頭柔らかくしろ。頭柔らかく。 自分のやり方ばっかりじゃないか、運転一つとっても。よくわかりますよ。人の言うこと聞かないと叱ったりした。この他にも、法務大臣就任後も地元選挙区で行われた、北広島町のイベントに出席するため、運転手に80キロ制限の高速道路を60キロオーバーの百四十キロで走行させたという。警護した広島県警の後続車両は、百四十キロで走行した。 河合の車を追いかけたが、事務所に注意を促す電話を入れただけで、道路交通法違反で検挙しなかったという。2005年の、いわゆる郵政解散に伴う衆議院議員、選挙党開票前に、勝幸が出馬した、地元市議に現金を持参した疑いのあることが2020年6月24日、分かった。元市議が証言したと伝えられた。2020年10月19日、 都内のインターネット関連のコンサルタント業者は、勝幸から依頼され、架空の人物を装って、ブログを開設し、みぞて県政本人やみぞてを支援する、自民党広島県連が、暗沙洞をいじめているとなどと、みぞて県政側が悪い印象を持たれるような投稿を、繰り返し、投稿内容は勝幸から具体的な指示を、受け投稿前に、勝幸が文章を確認した、一方で、 あんざとの印象が良くなるような対策をネット上で講じていたと裁判で判明した。ありがとうございます。